はい、じゃあ発射してみたいと思います。最初はよいしょと見えないよね。左に行っちゃうからちょっと鳥の調整、今度は右に行っちゃう。ちょっと待ってね。おお、結構早いな。左に行っちゃうから見てね。よいしょ、鳥の調整。よいしょ、こんなもんかな。で、これは一番右で OK かな。あ、パワー、あ、パワーすげえな、一番右にすると。おお、よし、OK、OK、OK。あ、結構操作しやすいな、これ。お、いいね、いいね。風があるもののコントロールはしやすいなと。初心者向けだなと思うね。車がやってきた。よいしょ、ね、U ターンしてるからね、これね。グリップいいね、結構ね。で、スッて止まるね。スッて止まる。スッて。あ、おじい今映ってなかった、もしかして。映ってなかった、ポロポ。しまった。あー、ちょっとゴミが。ちょっと待って、ここすごい、これ今ね、すごい状態なんだよね。うん、まあこの時期はねちょっと辛いものがあるよね。ダメだ、あの袋に気を取られちゃう、どうしてもね。あ、映ってる。あ、ちょっとトリムの右に行ってるのはちょっと左にしないと。あ、今度左に行きすぎた。ちょっと待ってよ。結構車種しっかり硬いね。しっかりしてるね、ちょっとね。うん、慣れてきたよ。9200よりはちょっとこう固めかな。うん、ちょっとグリップ感はあるけど結構ちょっと差し固めだね、これね。ノーマルでね、コントロールはねすごいしやすいね。あー、ビニール袋にやられた。あー、くっついた。ビニール袋に絡んだ。押し取れた。あ、ひっくり返ったよ。それじゃあね、ちょっとね、ローアングルで皆さんに見ていただこうかな。このまま大丈夫かな。よいしょ。はい、じゃあね、これぐらいの視点で行こうか。見える？見える？
もうちょっと低い方がいいのかな。よいしょ、よいしょ、待ってね。よいしょ。よいしょ。はい、これぐらいでいいかな。はい、そんなわけでね、河川敷にやってきました。見えるかなね、どこら辺まで映るかどうかちょっとわかんないけどね、すごいね、ボコ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 してるとこだけど、一応走ってくれよね。あ、もうちょっと上にしないと見えないか。よいしょ、見える？見える？これはあんまりスピード出すと跳ねるかな。おお、どこまで撮影するかな。この辺が限界なのかな、多分。あんま奥行っちゃうと見えないかな。今どこまで映ってんだろう。全然見えないんだよね、あの画面が。映ってるかな。あ、ひっくり返る、やっぱり。とりあえずね、大きな石があってもいけるね、これね。よいしょ、うん、かなりね、ボコボコしてても乗り越えられちゃうね、これね。すごいね、9200Eでここに来た時は結構ちょっと苦しんでたと思うんだけど、車種が変わってるからやっぱりもう乗り越えられるんだね。ほら、すごいもん、よいしょ、うん、すごいね。さあ、ちょっと速度上げてみる。映ってないでしょ。速度上げてみるよ。よー、さあ全開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 、あ、全開だとこっち向かねえや。よいしょ、よよよよ、風強い。なんかね、乗り越えるんだけど、今日は風が強い。バックでも走るよ。おお、乗り越えた。ひっくり返った。